内容ですよね。そうですね、この終盤もピシャリと抑えることができるんでしょうか。初球空振りです。インサイド落ちました。ワンバウンドヒットになりました。角中、これが今日の初ヒット。ノーアウトランナー一塁です。先ほどの打席サードフライの6番佐藤、打ちました。取った二塁送球、セカンドフォースアウト。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、まあ、どんどん振ってくるバッターなんでね、ボール球を振らせたいですよね。なるほど、打ちました。飛びついて掴んだ、高め、ヒットが出ました。ワンアウトランナー二塁一塁。バッターボックスは8番の中村。まあバファローズバッテリーとしては大きくリードをしているとはいえ、無駄な点を与えることはないようにしたいですね。はい、さあどういうピッチングをしてくるのか。大きく外れていきます。ファウルになります。ツーボールツーストライクです。打ちました。ショート取った、一塁へ送ります。アウト、ツーアウト。バッターボックスは9番の友杉。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。マリーンズツーアウトにはなりましたが、ランナーを進めています。初球は大きな変化球、ボールになります。あっと低めいっぱい、これは低めストライク。ワンボールツーストライクです。ボールになります。ツーアウトながらランこのピンチは空振り三振、スリーアウト。8回の表、マリーンズ打順よく1番から始まります。バッターは岡、今日はまだ当たりがありません。赤星さん、今日ノーヒットの岡ですが、今日はバッテリーがいい感じで抑えてますから、ここも続けたいですよね。そうですね、バファローズ大きく引っ張った、ボテボテ。サードが前に来る、宗、岡、ヒットが出ます。ノーアウトランナー一塁です。先ほどの打席はセンターフライ、2番の藤岡です。引っ張った、ファーストが前に来る、ファーストを取った、アウト、ワンアウトです。打順は3番ポランコ。まあバファローズとしては大量リードで余裕があるとは思いますけども、気を抜かずしっかり抑えないといけないですよね。はい、さあここはしっかり守りたい。この球は外れました。縦のスライダーはボールになります。低め決まってストライク。さあフルカウント、打ちました、取った、一塁へ。ツーアウトになりました。バッターボックスは4番の外。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね、ツーアウトになっています。ツーアウトながらランナー二塁、バッター、これはどうだ、ピッチャー取った、一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。